うまい。あ、そういうこと。悪い子は犬かってことかと思った。そういうことね。悪い子は犬かってことね。よかった、悪い子じゃなくて。ナマハゲやったことないよ。ナマハゲやったことないんですよ、まだ。でもね、多分もう怖くないと思う。でもさ、小さい時とかさ、大きい着ぐるみとか怖くて嫌いだったんだよね。秋の花粉そんなに飛ばないよ。そうなの？それは知らなかった。なんならスギ花粉そんなに合う、なんかアレルギーのなかった数値が。でももう平気、もう着ぐるみ全然余裕、なんなら好き、なんなら全然好きです。夢の国あ、でも5歳の時行った時怖かったかもしれない。写真撮んなかったもんだって。写真撮んなかった、ちっちゃい頃行っても。夏に着ぐるみはつらいね、めっちゃ暑そう。やらなかった。バニャイと一緒にあったっけな。でも見たことありますよ。ワンダルとたまにいるよね。着ぐるみではありませんので、その通りです。今日も好き、嬉しい。生写真10月だから、なんか仮装しようかなと思って、だから今月も家で撮ろうと思ってました。申し訳ない。10月だから何か着ようかなと思って。そう。かぼちゃの馬車？かぼちゃの馬車だって丈夫かわかんないじゃん。やだ、ありがとうございます。ブロッコリーの馬車とかないのかな。すっごく眠くなってきた。寝そう。起きるぞー。
景色をね見たことない、じゃ一体入ったことないから、人生でまだねないよ、配信中でないよ、起きてますよ恥ずかしい恥ずかしい、眠いとこ見られるの恥ずかしい。ガラスの靴履いたことないです手を振ってくれて嬉しい、はぁは景色絶対怖いじゃん。あ、俺も多分お化け屋敷入るお仕事とか来たらね絶対ね取れなくて本当にゼロだと思う。あ、多分怖くて走ってもうすぐ終わらしちゃう気がする分かんない。それか多分お化けに怒ると思うお化けに、お化けに怒っちゃう気がする。ホーテッドマンション最近本当に、あ、好きだよ結構いいね、行った時に結構何回か乗った、なんなら1日に何回2回3回とか乗った時だったそう、バキに怒られちゃいそうなんでそうやって驚かすんですかって。行っちゃうと思う絶対お説教だよ絶対怒っちゃう怒るか走って逃げるかの二択だと思う。多分可愛く叫ぶ可能性はゼロ。ドッキリ、ドッキリかかってない、え、泣かないと思う。でもなんかそのドッキリの内容にもよると思いますよ。その泣かないと思うお仕事なの確かに、お疲れ様ですって感じですよね。暗闇で人来るの待ってるんです。怖いよ、ちょもう夜でお化けのにするのしちゃうよ、怖くなってきたしちゃうもんね、実は一番怖がり、一番怖がり、サラ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 顔、ドッキリね、ドッキリかけてみたい、ドッキリかける方になってみたいよ。みんなもありがとうございます。突然一人で1時間公演してくださいってドッキリ、突然一人で1時間公演してくださいって言われたら何の公演を踊ったらいいですかって聞くでも多分やると思う何のためにか分かんなくてもやると思う。普通に夜に落ち、本当に、あ、さ、なんか小5小6の修学旅行、小6の修学旅行で肝試しとかなくてやったことない。出ない、多分ハルルンメールに青ちゃんメール、え、あれ本物です、青が送りました、あれハルルンメールの青ちゃんメール、あれ青が送ったよみんな
寝起きにブロッコリー食べるドキリ、あ、全然いける。ドキリなのかな、それって。全然食べますよ。何のドッキリが一番困るかな。割と何でもしちゃう。なんか何、なんかしてくださいって言われても、でも、もう何よるけど。そう、本物だってあれ。本物のなんか送ったやつ。寝てたらブロッコリー口に入れられるドッキリ。あ、そのまま寝て、寝続けるかも。起きたら周りがブロッコリーでいっぱいになってるドッキリ。それは、あ、はいってびっくりする。多分普通に。つまらな。あ、本当にそういうリアクション、本当にできないの。つまんないリアクションしかできないの、本当に申し訳ない。さあ、なんかね、感情のね、この起伏っていうんですか、そういうのが人よりさ、あんまりない。なんかびっくりする、びっくりするときにめっちゃびっくりすることもないかもしれない。公演前に寝てたら公演終わってたドッキリ。公演前に寝てたら公演終わってたんでしょ。なんで起こしてくれなかったんですかって言う。一番ひどい人だ、多分それ。普通に考えてさ、公演前に寝てる子がいてさ、それでなんかそれで 起きて公演終わっちゃって言ったら、ちょっとびっくり、なんで起こしてくれなかったのかなーと思う。朝起きたら顔がニヤになってるドッキリ。あ、それはめっちゃびっくりする。それはめっちゃビビる。それはめっちゃビビるけど、どうしてこうなっちゃったのか、もうあは一生この顔のまま過ごすのかと思って、ママにとりあえず電話すると思います。顔がニヤになってるって言って。 そう、3週間とかありがとうございます。自分だけ違う曲をフリーズさせられて、何？なんか公演とか始まるってやつ。あ、そう、どう、それで本番始まったらどうなんだろう。泣きながらみんなの真似すると思う。え、もう目覚めた。 ちょっと目覚めた。顔が吉
焼にな顔が夜焼になってるのは、え、怖い怖い怖い、だって顔だけ犬なんですよ。怖い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 、それは怖い、ちょっと怖い。え、ドッキリ大賞やりたいね。はい、ありがとうございます。パーティー飛び出したら落とし穴に落ちるだっけ。あ、でも落とし穴落ちてみたい、一回だけ、人生で一回だけ。なかなか人生の中で落とし穴に落ちるっていう経験しないじゃないですか。でも仕掛け人得意な気がする。あ、でも笑っちゃうかも。 , 笑っちゃうと思う。ドッキリ騙されやすいんだよね、本当に。研究生全員で日給地学力テスト。研究生全員はちょっとハードル高いな。みんな頭いいからな。学力テストか。やっぱ大人目頭いいからさ。パンチ落とし穴、確かに。顔にクリームパイ、あークリームパイね。でもやってみたいけど歯の荒そう。リアルな話、カイリカのテスト。カイリカミュウミュウがめっちゃいい勝負だと思う。あは、あの二人は本当に頭が良い。カイリは勉強教えてくれた、数学。でもその問題にもよる。さすがに高校3年生の問題出ても母は答えられないので、せめて中学校3年生の問題なら、中1にしとこう。でもまあ中3までの問題だったら、まあ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 って感じ。まあ高1もちょっといける。カイリと村長4か条とかルールあるけど、作った方がいいのかな、わかんない。ルールとかなんかわかんない。あ、ユナコ、あ、ユナユメも頭いいイメージ。あ、ヒノも頭いいじゃん、結構いる。AKB グループの問題、でもアイドルの問題は強いかもしれない、かもしれない、強いかも。アドルフ知ってるよ。マナとテラヒナ、でもテラ頭いい気がする。いや、わかんないけど。
くね。でも学校のさ学力テストってすごい難しいんだよ中学の時とかのさ、あれなんだっけ、学力調査のテストってすっごい難しいんですよ。だから嫌いだった、学力調査難しいんだもん。こんな問題知らないっていう問題いっぱい出てくる。そう、学校と別のやつ。絵描いたり美術。絵ね。でも絵描くのあんま上手くないんですよ絵描くのそんな上手じゃない。なんならもうママにちっちゃい頃の絵の方がうまいよって言われちゃったくらい。今もうまくない。なんかね、でもなんか似顔絵は得意で、人の似顔絵描くの得意でも、青はあれが得意。なんかなんだっけ、彫刻刀彫刻刀が得意です。習字も得意だけど、習ってなかったけど習字好き。初見ありがとうございます。可愛すぎて会いたいんです。はじめ、嬉しい。古田って置いております。嬉しい。なんか彫刻刀が好きで、なんか木を彫るやつ、木削るやつ。彫刻刀ね、あのね、なんか彫刻刀の授業ちょっと遅れてからスタートしたの。彫刻刀の授業、そうみんなよりちょっと2週間くらい遅れて美術の授業参加して、あ、これ中3の時の話になんだけど参加して、でそれで彫刻刀を始めたんだけど、ちゃんと上手にできたの。あのいちごのね形掘ったいちごの鏡作って、いちごの鏡、なんか木の鏡、裏が木になってる鏡でその木の部分を掘るみたいな。上手に作れてマミーにプレゼントしました。ダザオって言ってでもあれができないんだよね、あの技術のさ組み立てるやつ、トンカチトントントンってやるやつあるじゃないですか。あれ超下手っぴで、超下手っぴで、それも早く終わらせなきゃと思って早く終わらせなきゃって思ったんだけど、思ってたんだけど、最後の最後で打つとこもなんか間違えて、なんか棚作ったの。だけど棚のこうな、ここの部分がもう曲がっちゃって、打つとこ間違えて釘を。でそう、もうもっちょこちょいで間違えちゃって、あれどこ行ったんだろう、実家にあるのかなでも使えないと思うんだけど、ね、分かんないんですけど、それはやりましたね。あと何作ったかな。でも習字すごい好き。中3って選ばれたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、バンダイにミス、そうなの？初知り
尻。おさらい、あ、した。小学校5年生の時にイラスト工作クラブに入っててそこでなんか粘土でなんか焼きました。お皿作った。ママさん大事に撮ってる。なんかね、家庭科で作った猫のぬいぐるみがあるんですけど、それママがピアノの部屋のピアノの椅子に置いてくれてるみたいうれしみ、とても嬉しい。イラスト工作クラブでした。マリナちゃん、サーヤがマクドナルドでバイトしてた。パン屋さんでパン作りたい。パン屋さんでバイトしてもパン作れないのかな。売るだけになっちゃうのかな。パン作ってみたい。いらっしゃいませって言って何百円です。お釣りです、ありがとうございましたってで絶対できるよ自分がなんか、なんならもう自分がバイトできる年っていうのにすっごいびっくりしてる。だからなんか地元の友達とかバイトしてるっていうのを聞くと、え、そうなのってびっくりして、すごいなと思って。いらっしゃいませ。何が欲しいですか？って。ポイントカードはお持ちですかって言って、お作りいたしますかパン屋さん、こちらはそうだ、それだ、メロンパンください、カルーパンください、あ、どうぞ取ってってくださいってダメだ、もうダメダメ、もうわかりません、私はもうバイトできませんちゃんと話し方もちゃんとしなきゃいけないんですね。あとなんだろう、あとバイトって何やるんですか。でもなんかそういう何、接客っていうの、そういうの多分あんまりできないと思う間違えちゃってもうできなさそうあ、でもスーパーのレジ打ちはしたい。あ、なんか楽しそうだから、ピン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 ってこうやってたまに打つでしょ。だからセルフレジ大好きなんですこっち子供みたい。セルフレジすっごい好きで、なんか楽しいじゃないですか。でもたまにバーコード読み取れない時はちょっとあれだ、嫌だけど、ピンピンってフレジ好き。職場体験、あ、職場体験保育園に行ったんです、中学の時。可愛かった。今日は9時半までやります、30分まで。可愛かった、本当にちっちゃい子可愛くて仲良くなれましたよ。キッザニア行ったことある。
通にやって英語使うんですよ。そう、マックとか。でもなんかマックの店員さんってすごいせかせかしてるイメージありません？めっちゃなんかイメージだけど。保育園職場体験行って鬼ごっこしたりしました。あと女の子たちと砂で遊んでた。レジのおもちゃ持ってなかった。でも欲しかったんだよね。でもなんかパン屋さんのおもちゃは持ってた、木のやつ。スマイルゼロ、あれスマイルくださいって言ったらどうなるんだろう。スマイルくださいって言ったことある人います？でも言う勇気、結構言う勇気すごい必要だよね。スマイルくださいって言ったらどうなるの？笑ってくれるのかな。そうなの？なんかほっこり、ほっこりする。あー、そっか、さやに聞いてみればいいのか。聞いてみよう。でもさやとかさ、まりなさんとかがさレジ打ってたらびっくりする。こんな可愛い子がって。スマイルくださいって。ピクルス食べられる。昔嫌いだったけど今食べられます。レタスも食べられる。キャベツの千切りがちょっと苦手。だいぶ苦手。千切り苦手。子供ピクルス、なんだろうね、食わず嫌いが多いんじゃない？どう、あもそうだったから。食わず嫌い、ちっちゃい頃って食わず嫌い多いよね。ありがとうございます。とんかに、とんかつについて、ダメダメダメ。あんま苦手なんです。はい、ということで明日の夜ご飯を言います。初見ありがとうございます。古田と葵です。はい、明日の夜ご飯をいます。どうしましょう、何がいいかな。最近みんなが食べてないもの、あ、決めました。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、うどん。うどん、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 う
どん食べてね。きつねうどん、きつねうどんじゃなくてもいいけど、うどん。ねえ、みんな今日のさ、ひろたさんのストーリー見ました？ちょっとまだ見てない方めっちゃ見てほしい。あ、もう可愛すぎて、今日ニヤニヤした顔出た。マジ本当に。で、めっちゃ話それちゃったんですけど。ちょっと見てない人絶対に見て、ひろたさんのストーリーインスタの。もう可愛すぎた。カレーうどん、羽に注意、羽に注意。花丸うどん、丸亀製麺。お、花丸うどん行ったことないかも。丸亀製麺も行ったことない。中学1年生の時に初めて行った。明日の配信は朝7時からと、夜はじゃあ19時から配信します。明日朝の7時と夜の19時から配信します。見に来てね。明日もびっくり、今 iPad がついた。明日はでね、今日は寝て朝起きます。スクショいいですよ。何がいいですか？ゆい、ささくれできたの。前も言ったけど、たこ焼き、怖そうな熊ってこれ？熊さん、怖そうな熊。キリンって難しくない？キリン首長く。おやすみなさい。コアラってこうじゃない？顔隠れちゃう。コアラってこうだよね、だって。キリンキリン。ヨシオはね、ヨシオは目大きくないきゃできないからね。多少うちのモノマネちょっと難しい。こんなんなって、多少のマネ。枝豆になってください。できないよ。顔的にはね、こういうさ、スイカのさ、あの、もう、ね、形を想像してたんだけどな。はるか波のぶりか、はるか波
あ、ぶりっこしても可愛くないからやだ。だからぶりっこもしたくないんです。ぶりっこしても可愛くはいいけど、ぶりっこしても可愛くないから。よりめ、よりめできてる？できてなかった。今日一ないが。できてない？もうちょっと。あ、できてんじゃない？できてる？目痛くなった。公開より目。より目スクショツイッター載せていいよ。半目じゃなければいいよ。垂れ目でしょ。パーフェクト。はい、ということで今日もみんなありがとうございました。キスとしなぎありがとうございます。明日も朝見に来てください。待ってるね。今日はちゃんと寝て、ちゃんと起きて、また明日ご飯食べて元気にいってください。今日もありがとうございました。バイバーイ。また明日ね、会いに来てね。おやすみ、おやすみ、おやすみ、バイバーイ。またねー。バイバイ。またね、ありがとうございました。バイバーイ。あと12秒です。